ヨーゼフ・ボルフ・スタールは、オーストリア出身のバイオリニスト、ウィーンの音楽一家の家に生まれた。父親とシギスムント・フォイマンから、音楽の手ほどきを受けた後、ヨーゼフ・ヨアヒム門下のアンドレアス・モーザーの訓導を、受けた。10歳の頃から、カール・フレッシュに支持し、16歳で、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団と共演して、デビューを飾った。1919 19年に、 ブレーメンフィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスターに就任し、翌年にはストックホルムフィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスターに転出。1921年にはベルリン国立歌劇場のコンサートマスターに就任した。1926年にはベルリン音楽大学のバイオリン講師となり、岸光一を教えた。1928年には、 マックス・シュトループと共にクロール・オーパーのコンサートマスターを務めた。独奏者としてだけでなく、グレゴール・ピアティゴルスキーとレオニード・クロイツアーとでピアノトリオを組んだり、パウル・ヒン・デミットとフォイアマントで弦楽トリオを結成したりと、室内楽にも熱心に取り組んだ。ベルリンでインフルエンザをこじらせた肺炎により死去。ありがとうございます。